Sakura Kakumei, Hanasaku Otome-tachi. Thank you.
ストーカーの意味。絶対勘違いしてるだろう。そんなことないよ。ストーカーって熱烈すぎるファンのことでしょ。この子の幼馴染なんだ。ところでさ、あんたデートの人？島の外から素材が来るの久しぶりなんだよ。うはー、我慢できねー。発明家風化行きます。その漁師甲冑、帝都からの客人か。私は青島キリン。祖母で志乃の育ての親だ。
その子に用があるなら中で話を伺おう。シノ、フーカ、案内なさい。ここらで一息入れようかの。いわゆるチュートリアルというやつじゃな。
力調査ロケット発射準備、カウントダウン3、2、1、イグニッション。来た来た来た。出身の仙道修子だよ。占いとおまじないでみんなの役に立ってみせるから。これからよろしくね、司令。ピアノ弾くよ。よろしく。はあ、お腹すいた。
山口県美祢市出身、秋吉しずる。
したの？
ほどの。それで帝都から射出されたと。荒唐無稽な話だが、あの漁師甲冑、あながち嘘でもあるまい。さくらなでしこはこのしのの母だ。だがお主にしのを託すことはできん。主の話を信じた上で言わせてもらう。シノに戦え、そして死ねと。そうお主は申されるのか。現総理の体制を打倒して新しい世の中を作る。革命といえば聞こえはよいが、政府から見ればただのテロリスト。今のお主は全国に手配状が回っておるだろう。そんな危険なことに死のを巻き込むつもりかね。何を言っているのか本当に分かっているか。ババ様、子供の頃見たお母さんの舞台のビデオで。
一歩も引かずに行ってた。のんびりはできないよ。なんじゃ？一日に何回ロケット組んだよ。ひみかげ？これが魔好機か。おそらくお主を追ってきたのだろう。キラのやつめ、立ち向かう気か。無茶じゃ、逃げろ。お主が生身で戦ってもどうにもならん。
手にも諦めない。お母さんの過激みたい。私たちを守ろうとしてくれてありがとうございます。お母さんはこれに乗って戦っていたんですよね。私、お母さんのように悪を倒します。あなたが勇気を見せてくれたから。そして私は帝国歌劇団だから。ロケットとして飛んできて。ノーメンテナンスで戦闘、さすがにボロボロだ。戦闘できる状態じゃ。でもやらなきゃ。行くよ。なんで、なんで、お母さんみたいに戦わなきゃダメなのに。みたいにみんなを助けて守って。何してるんですか。そんな
力を認めたか。お主こそ立派な日本男児よ。今じゃ銀を篠野に投げ渡せ。神器よ、その力を志に応じ解き放て。はあ！さくら篠乃、変形した？シノ、あんたの母ちゃんマジですげえよ。でもどういう物理？人類の力がシノの霊力にも呼応したのか。最高にロマンすぎるんすけど。動くっていうか、
行為。三つ、醜く食らった鬼を。帝国歌劇団、さくらしの。志持て、また切り払います。
ださいです。私頑張ります。カーツ、はい、司令褒めてくださいです。シナ、ナイス。剣はババ様に散々鍛えられてきたからね。うん、仁義と量子甲冑の力もあろうがね。量子甲冑って呼び方かっこいいんだけど。これもう違うよね。な、ロマンと今感を融合した名前。いや、お主ら、かわいいで名称を。漁師甲冑改め、漁師ドレス、効果。お前もそう思うか。好きにせえ。形が変わったのは確かじゃからな。死んでおらん。気を失っているだけじゃ。コウキがいた場所に人間？とか。どういうこと？後期は霊力を抜かれ魔に見入られた人間。仁義と乙女の霊撃によって祓い清められ元に戻ったということであろう。今は霊力の喪失によって気を失っておるが、霊力は時間とともに回復する。このまま安静にしておればいずれ元気になるだろう。
漁師ドレスで後期倒すと元に戻るってわけね。司令さん、その褒めてくださいです。設定残ってたのね。けど、あんたもかっこよかったよ。シノを守った時の背中なんて特にさ。
殺攻撃、バシッと決まりましたよね。